はい。どうも皆さん、こんにちは。いずれっこです。それでは今回なんですけども、キャンペーンで溜まったポイントの行方はスマホ決済を使ってうまく有効活用ということで、今回はお題の通り、普段キャッシュレス決済を使う上で溜まったポイントの消化方法についてですね。まあ、この消化方法については僕が普段、まあ、日常で利用している方法なので、まあ、人によってはこれは合わないという方も中にはいらっしゃると思うので、まあ、参考程度に見ていただければと思います。それでは行ってみましょう。 ということで、今からお伝えするポイントの種類はこちらの6つの種類ですね。まあ主にまこういったポイントをたいキャッシュレス決済使ってると、ここら辺が溜まっていくかなということでピックアップをしております。で、上から順番にですね、お伝えするんですが、今から PayPay ペイペイボーナスを先にお伝えします。 で普段ね、もうスマホ決済の中でも結構利用頻度が高いであろう、ま、あこの PayPay ペイペイなんですけども、僕はですね、この3つの方法で使ってます。まず1つ目はですね、これちょくちょく動画でも言ってるんですけども、PayPay ペイペイボーナス運用でよく使ってますね。まあ、今現在の PayPay ペイペイボーナス運用の状況なんですけども、左下に追加した残高総額っていうのが3863円で、 今までの運用損益っていうことで、665円プラスということになってます。で、トータルで今4528円が溜まってるということですね。最近は下がり気味なとこではあるんですけども、特にもう出し入れはせず、もう入れっぱなしの状態にしてます。まあ、本当はね、出し入れした方がいいんですけども、 とにかくもうボーナスが入ったら自動的に PayPay ペイペイボーナス運用に入る設定にしてるので、まあとりあえずちょっとたまったらいいかなっていう感覚で、まあどこかのタイミングでね、まあ1万円とか2万円とかまた貯まった時にね、またその時に使おうかなという感じにしてます。 で次二つ目は PayPay のキャンペーン時ということですね。PayPay に関してはね、他社のスマホ決済と比較するのもあれなんですけども、キャンペーンの数とか還元率とかも踏まえて、やっぱり若干やっぱ PayPay の方が高いかなっていうのはあったりするんですよね。日常的に使う頻度もやっぱり高くはなってきてるので、こういったキャンペーンの時に PayPay を使うっていう、PayPay ボーナスを使うっていうことが僕としたら結構ありますね。 で、最後3番目、Yahoo ショッピングの5のつく日の時に使うということですね。Yahoo ショッピングの時に5日、15、25日、こういった時に Yahoo ショッピングで PayPay で決済した場合ですね。PayPay 残高で決済したら、PayPay ボーナスライト4%。 それにプラスアルファで T ポイントの1%がくっついてくるということで、トータルで5%分の還元も受けることができます。なので僕が Yahoo ショッピングでまとめ買いとかするときはたい5とか15とか25のタイミングでだいたいまとめ買いしてますね。 以上がペペウォーナーズを使う時のタイミングについてでした。次二つ目は D ポイントですね。まあ、何かしら最近はちょっと話題になってる D 関連なんですけども、主にざっとこんな感じに分けております。D ポイントの場合ですね、通常の D ポイントと D ポイント期間用途限定というちょっと期間が短めのものがあります。で、まず通常の D ポイントなんですけども、まず一つ目は D ポイント投資ですね。 ま、ここはね、ほんとつい数ヶ月前ぐらいからかなり人気なんですけども、D ポイントのちょっとした規約が変わってかなりね、面白くなってるような状況になってます。まあ、ここは深く話さないんですけども、まあ、手数料無料でね、結構気軽に D ポイントを使って投資をすることができます。で、次二つ目は D カードプリペイドにチャージということですね。まあ、結構この D カードプリペイドが結構便利でして、その1ポイントを1円として利用可能、利用可能となってます。 ですけども、チャージする上限というのが決まってまして、月に1万円まで、なので1万ポイントを1万円まで、まあチャージすることができるということですね。で、D カードプリペイドとしたらマスターカードの機能を持っているので、まあある程度の場所でも使うことができますし、あと ID 決済も使えたりとか、もちろんネット上でも使えたりもするので、3D セキュアも入っているので、なのでまあ結構その大きな買い物をするというわけではない時はこういった D カードプリペイドを使ってみるのもありだと思います。以上がこの2つ目ですね。 で、ここにはちょっと書いてないんですけども、まあ、例えばその D ポイント投資であったりとか、いろんなポイントサイトとかで、D、通常の D ポイントが溜まってったら、JAL のマイルにも交換することを僕は今検討してます。で、次 D ポイントの期間用途限定の丸1番なんですけども、ローソンのお試し機会券ですね。もうこれはもう常々言ってますね <laughs>。 まあ、ざっとこんな感じなんですけども、以前もね、こういった動画出してます。ローソンお試し機会券ということなんですけども、まあ、ポイントの消化の際にですね、1ポイントがだいたい2円から3円ぐらいの価値にグッと上がります。で、さらに、まあ、この動画でもお伝えしてるんですけども、大きなイベントがあった際は、まあ、大体5円とかまで上がったりするので、1ポイントの価値が。 なので、まあそういった時にね、D ポイントの期間用途限定を使うことがあります。で、これに参加するときですね、まあ朝の7時からスタートすることがあるんですけども、まあ朝の争奪戦がとにかくすごいんですよ。もうとにかくアプリを開いたらもう重い状態で、枚数の上限に行ったりとか、なので僕は最近ね、もう7時半とか7時45分とかで、まあ余りのものをゆっくり取るという感じにしてます、今は。 もしくは次の日のキャンセル狙いとかもしてますので、まあそういった感じで最近は気軽に結構取り組んではいるっていう感じですね。で、最後こちら D ポイント期間用途限定の2つ目ですね。D 払いのポイント利用決済ということで、これも結構便利がいいんですよね。こちらは D 払いの画面なんですけども、ここの D ポイントを利用するというようなスイッチがあるので、これをですね、タップしたら、 赤く切り替わりまして、これで D バレーの残高ではなくて、D ポイントから消化がされるということになるので、もし D ポイントの期間用途限定とかが溜まってたら、このスイッチをオンにして消化すれば、まあ、普段の D バレーが使えるお店であれば、結構気軽に消化ができるのかなと思います。以上が D ポイントの消化方法についてでした。次3番目、ラインポイントですね。 まあ、主に僕は LINE ポイントの場合、この2つの消化方法ということなんですけども、まあ、やっぱりねビザ、Visa LINEPEC、クレジットカードを、今はメインカードにほぼほぼ近い使い方をしているので、今結構 LINE ポイントが溜まっていくような状況になってます。で、まず1つ目は、この LINE 証券を経由して現金化ということですね。まあ、これをするためには、LINE 証券の口座を開設する必要があるんですけども、 もし LINE 証券で LINE ペイに出勤する場合は出勤手数料は無料で行うことができるんですけども、例えばその現金化するためには銀行口座への振り込みが必要となります。で、その際ですね、税込み220円の出勤手数料というのが発生するので、ま、まとまって LINE ポイントが何万ポイントとか何十万ポイントっていうのがたまったら、ま、こういった方法でま、手数料一部かかってでも出勤するのも全然僕はありだと思います。次二つ目は、ポイントでギフト購入ということですね。 まあ結構これ僕ちょくちょく使うことがあるんですけれどもちょっとしたなんかこうイベントとかまあ誕生日とかそういった時にこの LINE のギフトを送ることがありますなのでまあ上に出てるようなスターバックスの500円券とか1000円の券とかローソンの券であったりとかもちろん現金化して買ったりとかまあそういった方法の方がお得かもしれないんですけどもポイント消化にはこういったギフト券で誰かにあげるっていうのは結構気軽で楽しかったりするんですよねなので僕は LINE ポイントは結構ギフトでお友達に送ることはあります 次4番目は楽天ポイントですね。まあ楽天ポイントに関してはね、ポイント使う場面ってめちゃくちゃ多いんですけども、主に僕は2つピックアップしてます。 で、通常ポイントと期間限定ポイントがあるんですけども、まず通常ポイントの場合は結構やっぱりこれが一番大きいですね。楽天カードの支払いに重当ということですね。まあ僕、クレジットカードの楽天カードをちょくちょく使ってるんですけども、例えば今月のご利用明細で2020年9月分でまだ未確定なんですけども、44,360円の請求が来てるんですが、それはですね、ここのポイント支払いを使って、 このクリストカードの支払いに当てることができます。これ本当に便利がいいですよね。で、これができるのは楽天ポイントの期間限定ポイントはできず、通常ポイントであれば当てることができるので、もしうまく当てることができたら実質楽天カードでかなりね、安くお買い物ができるということになるので、まあ使い方によってはかなり便利なのかなと思います。で、二つ目期間限定ポイントなんですけども、これはもう僕は基本的に楽天ペイのポイント利用決済でも使うことが多いです。 なので、スーパーであったりとか、まあ、コンビニはそんなに使うことはないんですけども、まあ、楽天ペイの使える場所でもう基本的に使うことが多いです。以上が楽天ポイントの消化方法についてでした。次、5つ目、ポンタポイントについてですね。まあ、基本的には、まあ、ポンタポイントは AU ペイを利用することによって、ポンタポイント今は貯まるようになってるんですけども、まあ、主に使う方法、この2つですね。まず1つ目は、ローソンのお試し機会券。もう、ここはもう多くは語り、語りません。 次二つ目は JAL のマイルに交換ということですね。まあ、これが結構便利が良くてですね。このポイントの交換レントが、ポンタポイント1ポイントから JAL のマイルに0.5マイルに交換することができます。なので2ポイント持ってたら、JAL のマイルがこれで1マイルという感じですね。で、ここがちょっと魅力的でして、ポンタポイントから JAL のマイルに交換する際の期間なんですけども、1週間で交換することができます。先ほどお伝えしたドコモの D ポイントの場合は、交換から約 2ヶ月ぐらいかかったりするので、まあ、結構ですね、まあ、そのマイルを貯めるならポンタポイントがいいということを伺ったので僕は結構このポンタポイントから JAL のマイルに交換することがありますなので僕が最近ポイントサイト使う時もしポンタポイントに交換したら基本的には JAL のマイルに交換することが多いですね 以上がポンタポイントについてでした。最後、6つ目、メルペポイントですね。メルペポイントに関しては2つの方法で紹介してます。まず1つ目は、キャンペーン時に利用ということですね。まあ、キャンペーンね、最近ちょっと静かだったんですけれども、今度9月の16日から9月30日までメルペはキャンペーン開催するというふうに公式ページ出てましたので、まあ、ちょっと詳細までは出てませんが、まあ、こういったキャンペーンの時に大体、 メルペを使うことっていうのがあります。で次2つ目はモバイル追加にチャージということですね。 まあそのメルペポイントの特徴っていうのがかなりまあ有効期限短いんですよね。まあたい何十日までとかいうのが決まってるので、そういった消化でメルペを使うことも全然 OK なんですけども、基本的には僕はモバイルスイカにチャージするっていうことがもう多いです。ですけども、多分これ今まだ iPhone ユーザーだけしかこれはできないのかなと思います。ちょっと Android をあまり深く使ってないので、あまり認識はしてないんですけども、多分今現在これができるのは iPhone ユーザーだけなのかなと思います。念のためやり方なんですけども、 めちゃくちゃ簡単です。iPhone の設定画面から入っていただきまして、このウォレットと Apple Pay というところに入っていただきます。そうするとですね、これ Apple Pay で登録しているカードとかいろいろ出てくるので、一番上のマイ s u というところをタップしてください。そうすると、モバイル l e s u i c a の画面が出てきますので、ここでチャージというところをタップします。そしたらですね、まあ入れたい金額を100円とか入れていただいて、あとは右上の追加をタップします。 そうすると、アップルペイ、メルペイで登録しているアップルペイが立ち上がりますので、それで、あとはもうこれで、 クリックをしていただければ、チャージができるという流れですね。めちゃくちゃ簡単です。以上がメルペの消化方法についてでした。ああ、そんなこんなで、今回はキャンペーンなどでたまったポイントの消化方法について、めちゃくちゃ簡単ではあったんですけども、お伝えさせていただきました。まあ本当ね、今お伝えしたのはごく一部しか伝えてないので、やっぱりこう、こういった時にこれを使うっていうのは結構臨機応変に使うことが多いです。ですけども、今回一部だけピックアップさせていただき。 きましたもちろんね生活スタイルによってはこういった方法の方が絶対いいですよとかこっちの方がお得ですよっていうのはもちろんあるんですけども今現時点僕がリアルに日常で使ってる方法ということですねこういったことでお伝えをしました。 で、やっぱポイントも貯めるっていうのはめちゃくちゃ楽しいんですけども、やっぱ有効期限切れたりしたら、本当にせっかくね、キャンペーンとかで貯まったポイントがなくなってしまうというのは最も子もないので、やっぱりこういったね、消化方法っていうのは、ある程度頭の中に入れておくのは結構大事なのかなと思います。ぜひですね、自分はこういった方法で消化してますとか、こういったポイントはこの方法がいいですよっていうのがあれば、下のコメント欄にぜひ遠慮なく書いていただければと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 Tchau.